はい、ヒルビール放送局映画大人の教科書案内役のマコネこと LGBTQ の Q クイアの小川誠です。今日もね、今週公開の映画をご紹介していきます。ごめんね、ちょっと喉に引っかかっちゃってて。このポッドキャストでは、新潟県長岡市にある、シネコン T ジョイ長岡の最新映画情報をお伝えしていきます。なのですいませんね、T ジョイで上映する映画以外のご紹介してないので、まあ、他の地域でご視聴されている方の中で、いや、この作品はっていうツッコミはコメントでするのやめてください。いや、私もね、時間さえあれば全部の映画紹介してもいいんですけども、もうね、本当 T ジョイ長岡の映画を紹介してるだけで1時間ぐらい喋っちゃうので。もうそれはね、もう勘弁してもらって、T ジョイ長岡の情報だってことをご理解していただいた上で最後まで聞いていただけると嬉しいなと思ってます。今週は4月21日から上映される T ジョイ長岡で上映される公開新作4本ですね、4本ご紹介していきます。どうですか、サムネの映像で、じゃなくて写真見たり、トップのね、画像をちょっと見たりして、まあチラシの画像をポポって4枚貼ってあるんですけど、どうですかね。なんか私はね、正直よ、今週の映画の作品は内容はすごくね、好奇心が面白そうだなと思う作品が多いんだけど、チラシがちょっとなんだかな、なんか弱い気がしてしまうのは私だけかな。そう、まあどれもね、4枚並べてしまったからかもしれないけど、どれもちょっとなんか同じ系統のような感じを、チラシから感じてしまう。まあね、まあ、ごめんなさい。チラシでね、まあ、映画見るかどうかっていうのを決める人もいるだろうし、まあ、チラシのビジュアルって、ね、実際に映画館に行ってさ、手に取ってチラシを見ていこうかどうしようか迷う方、決める方にとっては、まあ、大きいですけども、まあね、どうなんだろう。そんなわけ、チラシの話はちょっと今日は置いとき、早速今日の映画の話をしていきたいと思うんですが、まあ、ちょっとね、私街中に住んでるので、選挙カーが結構頻繁に回ってきて、その度に止めるってわけにもいかないので、まあちょっと、勘弁してくださいね。そう、窓閉め切ってもいいんだけど、窓閉め切っと、今日は暑いじゃないですか。うん。まあ、この、そう、あらら。まあそんなわけでね、やっぱ気になりまくるので、選挙カーが来るたびに一旦止めて、中断という形にしていこうと思います。はい。まあね、街中に住んでるから、やっぱ頻繁に、選挙カー回ってきますし、まあ、信号、でかい信号のある、そう、まあ、うちの近くにマイマイ姫がいるので、マイマイ姫のね、信号のところでね、ちょっとぐるぐるって回るにちょうどいいところに私が住んでるところがあるので、まあね、結構選挙カーの音が聞こえてきます。はい。まあ、そんなわけで今日一作目は、東京リベンジャーズです。はい、東京リベンジャーズ2、血のハロウィン編ですね。まあ、東京リベンジャーズ1は私劇場で見ました。だったかな？違うな。アマプラで見たな。アマゾンプライムで見ました。うん。っていうのは、まあ、その頃ね、東京リベンジャーズが、最初の東京リベンジャーズが公開された頃は、まだ私映画館にどっぷりハマってなかったんじゃないかな。うん。その後だと思うんですよ。まあ、それで、アニメもテレビシリーズ、今、第1シリーズ、第2シリーズ、第2シリーズまでやってるのかな。そう。私はね、テレビは、アニメは、第1シリーズは見ました。で、映画も、最初の映画は見ました。そう。だから、まあ、おおよその東京リベンジャーズっていうものがどういう内容かっていうのは、まあ、大体、
把握してるんですけども、この東京リベンジャーズって、チラシとか見る限り、本当、予告も見る限り、本当、ヤンキーたちがいっぱい出てきて、一触即発の喧嘩って感じの映画っていう感じがするじゃないですか。でもね、実際は、ラブロマンスって感じ。ロマンスっていうよりも、もう愛のために戦う。そう。もう落ちぶれ人生を愛のために変えていくっていうような感じの、ものすごくね、熱いドラマなんですよ。ほんと。ほんとね、ちょっとね、内容から読んでいきましょう。内容もですね、せっかくなんで、ワンから話をしていこうと思います。ワンを見てない人がツーを見て面白いか内容を理解できるかって言ったら、多分問題ないと思いますよ。そう、続きものだっていうのはもちろん監督さんもね、知ってるし、監督さんも今回もね、同じ監督さんです。はい。ワンと同じ監督さん、ハヤブサ勉さんですね。そう。ハヤブサ勉さんの映画ならば、英検には手を出すなのね。とか、グランブルーとかで、本当まさに そう、天才かなって思わせる素晴らしい映画を撮って、これまでキャリアをね、積み重ねてきた監督さんですけども、そう。英検に手を出すな、は、アニメ映画で私は見たぐらいかな。ごめんなさい。グランブルも見てないかな。そう、つとむさん、すいません。知らないのに知ったふりをしてしまいました。早速、東京リベンジャーズの、予告じゃなくて解説をしていきますが、今回の映画は東京リベンジャーズ2の方なので、今から紹介する解説の続編になります。はい。ただ、1を知ってたらもっと楽しいかなと思って、1の予告だけを、予告じゃなくて解説だけを読みたいと思います。はい。ですね。涌井健さんの人気コミック、東京リベンジャーズが実写映画化。ダメフリーターの花垣武道は、ヤンキーだった学生時代に付き合っていた人生唯一の彼女、橘日向と、彼女の弟、直人が、関東最強の組織、東京卍會に殺されたことをニュースで知る。その翌日、駅のホームで何者かに背中を押され、線路に転落した武道は、不良学生だった10年前にタイムスリップをする。過去の世界で武道が直人に、10年後、日向は殺されると伝えたことにより、未来は変化。現代に戻った武道は、死の運命から逃れ、刑事になった直人と出会う。刑事になった直人から、10年前に戻り、東京卍會を潰せば、日向を助けられる力を貸してほしいと言われ、そうして武道は再び未来に旅立つんです。はい。で、ワンでもね、そう、ものすごくね、本当に武道頑張るんですよ。そう。これね、本当ね、北村武美、武美くんがね、本当ね、最初、本当どうしようもないダメフリーターにしか見えない。そう、本当ダメフリーターにしか見えない武道を見事に演じながら、最後はね、ダメダメな武道がものすごくかっこよく見える。ものすごくかっこよく見えて、よかった、本当よかったねって、武道よかったね、頑張ったねって思うところで、そう、話は続いていくんですよ。助かったはずの、助かったはずの日向がっていうところで、確か次回に続くみたいな感じで終わったんじゃなかったかな。どうだったかな。ちょっと自信ないんですけども、これはね、2021年に公開された映画で120分の映画でした。PG-12 だったので、小学生は一人で見に行くことはできないのかな。今回もそうだと思いますね。そう。要するに、ダメフリーターがね、人生唯一の彼女、日向を助けるためにタイムスリップして過去に行き、ダメダメだった自分を振り返りながら、
なんとか、彼女を救うためにの東京卍会を潰すというのが、まあ、主軸のお話です。はい、では今回の2はどうなるかというと、はい、と今週の解説に行く前に、2はですね、実は前編後編2作構成になってます。で、まあ今回は1作目、そう、1作目というか2部構成になってて、第1部、はい、第1部、第2部は確か6月か7月公開じゃなかったかな。そう、まあ、予告リンク集の中には、入っていったと思います。はい、で2、このね、2の、2部作1部目は、公開時間90分、1作目がね、120分だったのに比べて30分短くなってますね。で、2部が何分ぐらいになるかちょっと私見てなかったんですけども、まあ、ちょっとボリューム的にはどうなんだろうなんて思ってはいるんです。うん。1の方は120分はあっという間。そう。まだ見ていたいと思うぐらいの映画でした。はい。まあ、2もね、おそらくそういう仕上がりになってると思うんですが、またちょうどいいところで、もう2部を見なきゃもうほんと寝れなくなるぐらいの感じのところで終わるんじゃないかなってもう想像してます。そんなわけで注目の東京リベンジャーズ2はね、この春、東京リベンジャーズ2がコナンに迫る可能性もあると思いますよ。私的には。うん。そう。それくらいの話題作ですね。で、まあ、キャストも本当素晴らしい。うん。キャストも本当、今映画界で、映画界のね、若手、イケメン若手、本当勢揃い。うん。そう。まあ、このまま育てば CG 確定みたいな、CG 候補生ばっかりなので、私もね、大好きですよ。CG 大好きなんで。そう。ただね、イケメンホイホイ系の、作品といっても、まあ、間違いじゃないかなとか思います。はい。まあね、とはいえ、いろんな方が楽しめますよね、この映画。うん。もう等身大のね、ほんとこのアニメ原作にどっぷりハマった人も、十分納得できる映画になってました。一作目はね。で、監督さんも一緒ですし、キャストの構成も一緒だし、予告の感じからして、まあ一作目に負けず劣らず素晴らしい映画になってると思います。うん。なので、まあ原作をお読みの方も、アニメから入った方も、原作もアニメも知らない、一作目ももしかしたら見てない、それでも十分楽しめる、のめり込める映画になってるはずです。はい。そんなわけでですね、読んでいきたいと思います。解説。今回は、しっかり、感じの予習しましたよ。中にね、バジケースケっていう、出演者というか、まあ、キャラクターがいるんですけど、このバチがね、読めなくてさ。そう、うん、バジなんて感じで、今回は、難しい漢字をうまく飛ばしながら皆さんに伝わるように話していきたいと思います。まあ、私の解説はですね、映画 .com に書いてある解説を読みます。はい。まあ、いろんな解説見てみたんですけど、映画 .com の解説が一番わかりやすい気がします。お、また選曲が来ましたね。ちょっとストップですね。はい、そんなわけで引っ張りに引っ張りましたが、読んでいきたいと思います。これから読むのが今週末から公開される東京リベンジャー2の解説になります。よく聞きます。命を救えたはずの日向が凶悪化した東京卍会によって竹道の目の前で再び殺されてしまった。かつてマイキー、ドラケン、バジ、ミツヤ、パーちゃん、リトラ、カズトラの6人が結成した東京卍会。しかし、ある悲しい事件が起こり、彼らの固い絆は引き裂かれてしまう。東京卍会と敵対するバルハラの幹部になったカズトラと敵側に寝返ったバジ。竹道はマイキーの親友でもあるバジを東京卍会に連れ戻すことが、日向を救う鍵だと考える。
残念ながら解説はここまで。いや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 、これからどうなっていくんだろう。もちろんね、単行本はもう確かね、終わってたはず。なので、この血のハロウィン編を、結末を知ってる方もたくさんいると思うんですよ。で、私は残念ながら原作読んでないんですが、まあ、原作ファンの方にお話を聞くところによると、この血のハロウィン編が、本当東京リベンジャーズ、だから東京リベンジャーズを語る上で、素晴らしい、最高の盛り上がりポイントだと聞いてます。ぜひね、東京リベンジャーズ2、この春、コナンに負けず、コナンにも仮面ライダーにも負けず、ものすごく期待されてる作品の一作品だと思います。ぜひね、皆さん足を運んで、スクリーンで見てください。必ず、タケミチのファンになることは間違いないと思いますよ。うん。タケミチが、ほんと走り続ける姿を目に焼き付けてください。さて、次の作品は、というと、こちら。ベネシア・フレニア。これね、このチラシだけ見たら、私ね、このチラシをチラッと見たときに、間もなく公開されるね、セイント・セイヤ・ザ・ビギニングの新しいチラシのバージョンかななんて思ったの。なんとなくセイント・セイヤ・ビギニングに出てくる、教皇のデザインのようにも見える。じゃあ見える気がしたのよ。チラッと見たときね。でも全然違った。そう。まあ、セイント・セイヤ・ビギニングに関しては、その公開が間近になったら、またね、熱く語りたいと思うんですが、まあ、この東京ビギニングではなくて、ベネシア・フレニア。そう。まあ、これは2021年公開作品で、スペインの映画ですね。これも R15 指定ですね。うん、99分の映画。まあ、これはね、実は、事前にベネチア国際映画祭で監督賞、脚本賞を受賞した、スペインのね、とっても有名な映画監督が、現在の社会問題を、見事に映画化した、まあ、ホラー映画なんですよね。うん。まあね、予告編を見る限りですよ。予告編を見る限り、間違いなく、マコネは大好きです。予告編を見る限り。まあね、このね、ベネチアが舞台なのかな。そう、ベネシア・フレニアだから、まあ、もしかして、まあ、イタリアのベネチア、そうですね、カーニバルで振る舞い、似合うイタリアのベネチアが、やってくるっていうから、ベネチアがまあ舞台だと思うんですけども、なんかね、本当アーティスティックなね、衣装とアーティスティックな、ものすごく素晴らしいね、映画の撮り方ですよね。よく見る限り。そう。まあ、比べちゃなんですけども、東京リベンジャーズもそうですが、まあ、なんて言うんだろう。まあ、お利口さんが作った映画っていう感じは、感じます。はい。まあ、日本の映画がっていうわけじゃないんですけども、まあ、原作ありきの映画は特に、なんか外れないように、うまく、誰にも受けやすいような絵作りをされてるような、まあ、印象があるんですね、私は。うん。まあ、その点、このね、予告編を見る限り、ベネシア・フレニアは、まあ、衣装から始まって内容もそうですけど、トゲ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 って尖りまくってる映画ですね。うん。まあ、もちろん、この衣装とか背景とかに、まあ、ハマる人もいれば、ハマらない人もいるし、まあ、これがホラーだって言われると、ホラーだっていう一線を越えて見に行くっていうところが、またね、ちょっとこのチラシから見る限り、なかなかね、まあ、スマッシュヒットっていうのはちょっと難しいのかなって、まあ正直思うんですが、まあ内容はね、至って本当、なるほどね、
こういう着目点っていう感じの、まあ、素晴らしいね、本当も衣装も素晴らしいし、絵作りも素晴らしいし、多分ね、脚本も素晴らしいんだろうな、客ね、と思って、本当期待大の映画なんですが、まあ見る人を選ぶんじゃないかなっていう風なのが、まあ正直なとこです。はい。まあね、あの大ヒット映画ではなく、一風変わった本当に玄人が好むような映画が好きっていう方は、まあ、ぜひね、足を運んだらいいんじゃないかなと思いますね。間違いなく私はこの映画好きです。はい。見なくてもわかる。予告編見るだけでバンバンシンパシー感じてますよ。そう。まあ、その中でね、解説を読んでいくと、まあ、今回ね、カタカナが多くてさ、漢字よりもカタカナの方が強敵ですが、まあ、ちょっと読んでいきましょう。はい。キグルイのピエロの決闘で第67回ベネチア国際映画祭の監督賞、脚本賞を受賞したスペインの奇才、アレックス・デ・ラ・イグレシアが近年社会問題化しているオーバーツーリズムを背景に連続殺人鬼を引き起こす惨劇をイタリア・ジャーロ映画へのオマージュを散りばめながら描いたホラー映画。まあ、ここまででもう、何ですかっていう感じですけども、まあ、ちなみに、オーバーツーリズムって何だろうっていうふうに、まあ、オーバーツーリズムっていう言葉って、まあ、あんまり聞かないは聞かない言葉ですが、まあ、これをね、お聞きの方は、まあ、長岡に何かしらご縁があるか、まあ、長岡市の Facebook グループの方かっていうふうに、まあ、仮定してお話ししてますけども、まあ、ある意味、長岡祭りはオーバーツーリズムと言ってもおかしくないんじゃないですかね。まあ、もちろん、観光はビジネスなので、お客さんがいっぱい来て、いっぱいお金を落としていってくれるってことが、まあ、一番嬉しいんですが、まあ、長岡の花火はね、そう、古くはね、山田遊郭街のね、有事の人たちがお客さんからもらったお金を感謝の気持ちで花火を打ち上げたっていうのが、まあ、最初のきっかけ。まあ、そっから、大戦を得て、まあ、慰霊花火という形で、再開し、現在に至るっていう背景があるんですが、まあ、それだけに、一定数、オラが街の、花火大会だっていう気持ちは長岡市の方の中にあるんじゃないですかね。そう。まあ、長岡市の花火は企業花火なので、まあ、企業がね、あちこちの企業が、まあ、企業の威信をかけてお金を出し合って、花火をバンバカ上げてるっていうような、まあ、花火ですよ。そう。まあ、もちろん市民花火の側面もありますが、まあ、市民と、企業花火のバランスで成り立ってる花火なので、まあ、もちろん企業にお金を落としてくれるビジネスじゃなくて観光目的の人たち、まあ、どれくらい落ちてるか分かりませんけどね。 そう、儲かってるのは長岡市だけかもしれませんが、まあ、そういう人たちに対して、オラが町の花火大会に、オラが町の、市民が自由に、どこでもね、昔みたいに無料で、どこでも見れる花火ではなく、まあ、それなりにね、覚悟してチケットを取らなければ、まともなところで見れないみたいな、それはちょっとどうなのっていう意見も、まあ、持ってる方いると思うんですよ。そう。まあ、そういうようなことが、今回の映画の、背景にあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、予告を見る限り感じるんですよ。まあ、ちなみに、オーバーツーリズムっていうのはね、まあ、Google で検索してみると、こんな風に書いてあります。特定の観光地において、訪問客の著しい増加が、地域住民の生活を、自然環境、景観等に対して、限度を超える負の影響をもたらし、観光客の満足度を著しく低下させるような状況。まあ、なんだろうな、パッと例えられる例があるかったら、まあ、ないんだけど、もしかしたら、現在の湯沢町なんてそうかもしれないですね。バブル期には、新潟の東京みたいな感じの表現されて、本当に観光客だらけで、
映画館じゃなくてスキー場もバンバン流行ったんですけど、今はね、ほんと冬でも雪のシーズンでもなんか閑散とした感じ、はい、ですよ。そう、まあもちろん流行ってるスキー場は流行ってるんですけども、流行ってるったってもう何時間もリフトを待つなんてことはないですし、まあシステムも変わってますけどね。そう、まあ言っちゃなんだけど、東京からバンバンお客さんが来てるのは、新幹線直通の映画館じゃなくてスキー場ぐらいだったりするかもしれませんね。はい。まあ私はその映画館、直通の映画館、映画館じゃなくてスキー場、直通のスキー場でしか働いたことないので、はい。まああまり要素は知らないんですけどね。うん。まあもしかしたら、まあ、過度な観光客が来たことで、本当景観を損ないことね、あちこちに大きな建物ができて、いろんな施設ができたけど、今は観光鳥が鳴ってて、もうそれ自体が負の遺産になってしまう。まあ、そんな、湯沢町なんて、もしかしたら、オーバーツリズムの被害に遭った地域と言ってもおかしくないかもしれません。ただね、私の認識が正しいかどうかちょっとよくわかんないんで、詳しい人がいたら、それ違うよっていうのを、優しくコメント欄に書いてください。あんまりきつくやれると、ガクンと落ち込むので。まあ、そんなわけで、今回の映画、ベネシア・フレニアの、解説を読んでいきたいと思います。あ、そうね、読んでたんだね。そう、まあまあも読んでいって、まあオマージュを散りばめながら書いたホラー映画だと。さあ、いよいよ内容ですね。結婚間近に控えたスペイン人のイサは、独身最後の期間を友人たちと満喫すべく、カーニバルで賑わうイタリアのベネチアへやってくる。水の都ベネチアですね。私も一度は行ってみたい。ヨーロッパの中で一番行ってみたいところですね、私は。うん。しかし近年ベネチアは観光客の増加により環境悪化が社会問題となっていた。イサたちはボートに乗り込むとカーニバルの衣装を着た道化師が同乗してくる。その不気味な雰囲気さえも楽しもうとするイサたちだったが、の道化師の正体は観光客を狙う恐ろしい殺人鬼だった。じゃじゃん。そう。まがまがしい、道化師は、まあ、やっぱね、ベネチアというか、まあ、地域、イタリアのも、もしかしたら民族衣装的なものなのかもしれませんね。ごめんなさい。ちょっとね、私は、そこら辺詳しくないので、勘弁してください。そう、イタリアだっけ？ベネチア、あ、そう、イタリアだよね。そう。まあ、そんなわけで、まあ、これスペイン映画なんだけど、ベネチア中心に撮られてるみたいですね。はい。まあ、こういったね、ホラー映画、まあ、殺人鬼。スリーラー。まあ、なんと言ったらいいかわかんないんですが、予告を見る限り、まあ、そんなに怖い感じじゃないな。むしろ、まあ、ファッションとか、まあ、撮り方とか、まあ、映画として、楽しめるホラー映画じゃないかなって、映画の楽しさを十分に噛み締めることができる。まあ、映画ファンだったらね、ぜひね、見てほしいという映画かなと思ってます。はい。まあ、これまでちょっとね、人を選ぶかもしれませんが、まあ、ぜひね、一人でも多くの方にこの映画の素晴らしさを見ていただきたいと思います。そんなわけで、次の作品は、こちらです。次の映画は、ヴィレッジ。日本の映画ですね。はい。まあ、ヴィレッジ。ヴィレッジはね、結構最初の方もう多分12月前から T 上位にチラシが並んでた気がするな。私このヴィレッジのチラシは何度も見た気がする。ただまあね、シックな感じ、なんか重々しいような感じ、和洋折衷のね、なんか不思議なチラシですよね。うん。このチラシの写真とか、まあデザインは、まあすごい好きなんですけど、このね、ヴィレッジっていう本当とね、字の形と、なんか内容というか、まあなんだろう、かっこいいなと思ってこのチラシ手に取るんだけど、まあ裏を見て読もうっていう気にはならなかったんですよね、私。なので今回ね、予告編見るまであんまり内容をよく知らなかったんですけども、まあ予告編見ると、まあなかなかどうして、すごくね、趣のあるなんか、いやいやいや、これ結構ガチ社会派の映画じゃんみたいな感じの映画で、一気に興味を持ちました。はい。
まあ、早速ね、内容を引き散らかしていきたいと思うんですが、引き散らかして。さあ、新聞、映画新聞記者余命10年の藤井道人監督のオリジナル脚本を横浜流星主演で映画化したヒューマンサスペンス。サスペンスですね。またサスペンス。はい。人間記者、ヤクザの家族、ザ・ファミリー、空白などを手掛け、2022年6月に他界した、川村三安プロデューサーの最後のプロデュース作品。すいません、川村さん、知りません。ごめんなさい、勉強不足で。はい。まあね、横浜流星くんが、まあ、出てるということで、まあ、流星ファンはね、まあ、行かなきゃって感じですけど、まあ、私は流星くんが主演の映画は、なんだったっけ、なんだっけ、タイトル忘れちゃった。去年、一作品見ました。墨で絵を描く映画。あれもね、漫画本が原作だった。いやー、忘れちゃったな。ね、そう、線は僕を描くを昨年劇場で、まあ、T ジョイで見ましたね。うん。まあ、線を描くもね、なかなか凝った映画というか、まあ、安定して見れる映画でしたね。そう。ものすごくなんかさっきのね、ベネチア撮られたベネチアフレニアみたいな、もう凝りに凝った映像表現というよりも、まあ、当たり障りなく安定して見れる、本当よくできたドラマっていう感じの、映画でした。はい。まあ、感動要素ももちろんあり、まあ、最後はね、あ、こういうふう、こうなのみたいなこともあったんですけども、私はね、たくさん劇場で涙を流した記憶があります。はい。まあ、横浜流星くんファンで、また見てない方は、まあ、ぜひね、見ていただければいいなと思ってます。はい。まあ、そんなわけで、今回のヴィレッジ。横浜流星くん的には、同時期に撮られてた映画みたいですね。うん。前作に続きまた T ジョイで上映ということなんですが、まあ、早速解説を読んでいくと、美しい集落、関門村に暮らす片山優は、村の伝説として受け継がれてきた神秘的な、これなんて読むの？やばい、また勉強不足か。滝技能って、なるほどね。夏の夜にね、野外の舞台で踊られる能のようですよ。うん。佐渡が有名なんですって。すいません。知りませんでした。ごめんなさい。佐渡の方々、新潟県民の皆さん、申し訳ございません。はい。まあ、ちょっとね、滝技能。そう、滝技能でいいんだな。滝技能。そう。じゃあ、もう一回ここまでいきますね。美しい集落、関門村に暮らす片山優は、村の伝説として受け継がれてきた神秘的な滝技能に魅せられ、農教室に通うほどになっていた。しかし、村にゴミ処理、最終処分場が建設されることとなり、その建設をめぐるある事件によって、優の人生は大きく狂っていく。母親が抱えた借金の返済のため、処理施設で働くことになった優は、仲間内からいじめの標的となり、孤独に耐えながら希望のない毎日を送る。そんな片山の日常が、幼馴染の美咲が東京から戻ってきたこととをきっかけに大きく動き出す。優役の横浜、美咲役の黒木花が演じるほか、古田新太が出てます。そう、中村獅童も出てます。いやー、私の大好きな渋じいが、そう、石ノ瀬渡、奥平、読めない。など、顔ぶれが揃うというわけで、これもね、サスペンスなんですね。まあ、予告本を見る限り、なんかね、サスペンスはサスペンスだけどね、もうちょっと緊迫感が、サスペンス、
の割にはもうちょっと緊迫感が欲しいかななんていう感じの、まあ、印象だったんですけども、うん、改めて、ね、ホームページあのこのね、ビレッジのホームページをもうごにょごにょ探してみたりとかいろんな資料を引っ張り出してみると、まあ、これまたねなか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 本当はあのなんだろうなまあ現代日本の隠れた部分、隠れた闇の部分、うん、そう、なかなかの表面に出てこないような部分を、ズドドドドドドッと、わしづかみにしてるよという内容ですね。うん。いやー、私もこういう脚本が書いてみたい。なんで突然脚本が書いてみたいって話になったかどうかは、まあ、後でね、ちょっと時間があればおしゃべりするかもしれませんけど、まあ、そんな話をしてるからさ、また1時間ぐらい経っちゃうんだよね。はい。まあ、そんなわけで、このビレッジ。はい。まあ、なんでビレッジっていうのかもう私、マジよくわかんない。まだわかってないんですが、まあね、こういう、本当映画館を見なきゃよくわかんないっていう、まあ、さっきのね、ベネシアフレニカもそうですけども、まあ見てみなきゃわからないっていう映画ほどものすごく自分の中でヒットする時があるんですよ。そう。だから本当ね、まあ言っちゃなんだけど、東京リベンジャーズは、行かなくてもね、行かなくても、まあおおよそ内容は見当つきますよ。そう、おおよそ見当は内容つく。はい。そう。まあ、名探偵コナンも行かなくても見に行かなくても、最後は大爆発で終わりますよねっていうことまではしっかり分かってる。そう。まあ、それでね、行かなくても、内容が想像つく映画ももちろん、安定した面白さがあるんですが、行かなきゃなん、これなんだか分かんないけど、やっぱり行かなきゃ分かんないっていうような映画が、本当に自分に刺さった時に、本当映画って面白いなって思います。ぜひね、皆さんね、得体の知れない映画、だと思って、距離を置くんじゃなくて、得体の知れない映画こそ足を運んでこそ、新しい発見。新しい、ね、映画との発見もあり、その映画に感動できる自分との新しい発見もあると思います。ぜひね、こちら、ベネチア、ビレッジも、皆さん足を運んでみてください。そして本日最後の映画、ゲネプロです。ゲネプロです。まあ、ゲネプロって、で、ゲネプロってゲネプロなんだよなぁなんて思いながら、まあ最初、ちょっと見てたんですけど、ゲネプロってね、多分業界用語でね、俳優さんとか映画監督、まあ映画の世界とか、舞台の世界とかで使われる、まあ業界用語だと思います。はい。まあ内容はね、最終リハーサルってことです。はい。最終リハーサル。そう。まあでも映画ではゲネプロってあんまり聞かない気がするな。まあそれほど私は映画業界に精通してるわけではなく、撮影の現場ってまあ1回2回、まあちょっとね、お手伝いに参加させてもらったことがあるみたいなくらいなもんで、もしかしてね、舞台の専用の言葉かもしれません。はい。まあゲネプロは最終リハーサルっていうお話なんですが、このね、この映画も、ミステリーって書いてありますね。まあ、ミステリーかな？予告編を見ると、ミステリーというよりも、まあ、サスペンス、バイオレンスというような、まあまあまあ、まあ、いろいろめっちゃかめちゃって感じなんですが、これもね、93分。しかも PG12。まあ、今週は、まあ、どれもね、ビレッジもなんか、なんか指定がついてた気がするんだよな。あれついてなかったっけ？ビレッジは、そう。ああ、12ですね。まあ、今週は、どれもほんとちょっと曰くつきっぽい、ちょっと見るに要注意系の映画が多いですね。そう、全部指定がついてますね。そう、ハッピーな映画じゃなくて、ダークな一週間の始まりって感じです。はい、そんなわけで、早速、お話を、はい、読んでいきたいと思うんですが、まあ、セブン、そう、ゲネプロ7ですかね。はい。まあ、この映画も、どちらかというと、まあ、ビレッジもそうですけど、まあ、今週は本当、まあ、海外のね、ベネシア・フレニカ以外は、まあ、ほぼ男性が主人公ですね。そう。今週は、割合と男祭りですよ。そう。
イケメンホイホイ系のお姉さんたちが十分満足できるイケメンだらけの映画が結構多いございますよ。はい。なので、イケメンホイホイ系のお姉様、そう、イケメンホイホイ系映画が、まだね、今、本当、刀剣乱舞やってますけども、まあ、刀剣乱舞以外も、ぜひ足を運んでみてください。話はちょっとずれますが、そう、解説。はい。そう、新作舞台に挑む7人の俳優たちが制作発表からゲネプロまでの13日間を描いたミステリー映画。うん、まあね、予告編を見る限りもう最後になんか大どんでん返しがありそうな、なんかそういう、最後まで最後まで引っ張って、ドキャン、え、そうなのみたいな感じの映画のような印象なんですよね、予告編から見る限り。うん、まあ、そんなわけで、若者たちがから絶大な人気を誇る7人のユニット、劇団セブンは、シェイクスピア作品の様々な登場人物が真の主役を奪う新作舞台、シェイクスピア、レジェンズの上演に向け、新メンバーの病を迎えることに、その中、カリスマ的な存在のリーダー、ソガが急死してしまう。ソガを失った劇団は、劇団の歯車を狂い出し、メンバーたちはお互いにミスをせめぎ合い、稽古に集中できず、信頼関係も崩れていく。やがてある秘密がメンバーたちに告げられ。じゃじゃん。そう、よくまとめてあるけど、この先、この先、この先は、予告編見ると、マジ、マジ、っていうような感じですね。まあ、これはね、ぜひね、予告編見てほしいっていうぐらい、なんかね、予告編見ると、がぜん、なんか見てみたいなっていう感じになるの。うん。そう。まあね、予告編、まあ、色合いがね、そもそも舞台っていうこともあるんだけど、色合いが結構、紫とかピンク調のね、紫ピンク黄色とかね、まあちょっとね、言っちゃなんですけど、昔の加藤ちゃんのね、演出のような色合いのシーンが多くて、そう、気持ちの中でふわふわっとしたような感じになる予告なんですけども、なんて言うんだろうね、その、結構特殊な環境じゃないですか。そう。普通の人が立ち入れない、本当あの俳優さんたちの本当制作発表から13日間のミステリーなので、本当ね、小さい空間の中で、話が進んでいくミステリーみたいなんですよね。そう。まあ、それだけにこのね、亡くなってしまったリーダーの蘇我、まあ、予告を見てるとこの蘇我くんが何か仕掛けてるんですよ。そう、もしかしたら蘇我くんが死んでなくて最後に裏で手を引いてるみたいな、そんな感じかもしんないし、なんでこうなっちゃうのみたいな展開がなんかね、もう最初から布石のもうあれこれ攻めまくりって感じの映画です。はい。まあ、ぜひね、このゲネプロもね、やっぱイケメンホイホイ系のね、まあ私こういうさ、もう綺麗な顔の男の子たちは、実は嫌いなんだけど、目ども内容はね、面白そうなのよ。うん。まあね、予告編を見る限り、まあまあ東京リベンジャーズみたいな、ちょっとね、安定した映画撮りをしてるような気もするんだけども、まあまあまあ映画はね、やっぱ見てみなきゃわからないんで、こういう映画こそ、先ほど言いましたが、まあ、ヒットしてる映画の陰に隠れてなかなか日の目を当たらないかもしれない、こういった映画こそ、思わぬ素晴らしい映画っていうことはもうよくあるので、そう、ぜひ皆さん足を運んでみてください。まあ、そんなわけで今日は、4本お話ししてきました。まあ、いつもよりはちょっと短めかな。はい、このポッドキャストは、毎週金曜日の15時に Facebook 長岡市グループと YouTube のひりびり放送局に同時配信をしています。はい、まあ、先週はね、ちょっとね私ね、YouTube の配信ね、先々週、その前は、まあ、予約投稿して、グループにね、予約で、時間指定で、ポストできたんですけど、そのやり方がね、なんか、毎回よくわからないんですよね。うん。
まあちょっと検討中なんで、まあ今週も多分15日にぴったりに配信できると思うんですが、まあ多少時間が前後するかもしれませんので、そういう時は勘弁してください。そう。でですね、今ね、ザッピアっていう、まあ、SNS とか、ウェブ上のいろんなサービスを連携することができる、ほんとまさに神級の、神サイトっていうか、神サービスがあるんですよ。まあ、私は、YouTube とか Instagram の情報を私の Facebook ページに自動的にね、投稿されたら、Facebook ページにも載りますっていうふうに、ちょっと複雑な設定をしてるんですけども、うん。まあ、そのザッピアを使うと、YouTube でアップされた時間に自動的に Facebook グループにも投稿するっていうことができるっていうふうにはできるらしいんだけど、まだね、ちょっとそこがね、うまくまだできてないんですよ。もしかしたらね、今週、まあ来週ぐらいから、まあ自動投稿にできるかななんて思ってるんですが、まあまあね、まあその概要欄の中に、まあ私 Facebook 使ってないので、そう、基本的に見てないので、まあいいねは押していただいて、いろんな方にね、いいねを押していただいたっていうのは、まあ見てるんですが、コメントいただいても、まあ、コメントの返信が確実にできるとは思えないので、まあぜひね、この動画を見て、ああまあ誠生きてるんだと、そう、まあ一部ではね、死んだと思われていますから、そう、いや生きてたんだと思って、まあちょっと良かったなと思ってくれていただいた方はいいねを押してください。そうで、まあなんだ生きてたんかって残念だと思った方は、まあ恨みつらみある方もいっぱいいるかもしれませんが、私のアカウントをブロックでも何でもしてください。そう、うん、一向にブロックされても差し支えございませんので、まあ、ちょっと話はずれたんですが、まあ、映画の話を戻すと、T ・ジョイ長岡は、毎週水曜日が、一律1200円で見ることができます。なので、ね、もう、まあね、映画館のためを思って、まあ、勝手に宣伝するこのポッドキャストというのは大変心苦しいんですが、皆さん、水曜日は映画館に行きましょう。水曜日は映画館で映画を見るために一日を潰してもいい日ですよ。はい。そう。見たい映画、今週4本ありますかね。4本新作あるので、まあ、4800円、まあ、5000円握りしめて、映画に行くなり、事前にアプリから予約して、好きな席を予約して、本当もう今はね、予約さえすれば QR コードピッてやるだけで、チケットを印刷しなくても入れます。はい。もう本当ストレスフリーで入れるし、事前に予約しておけば自分の好きな席ね、座れますので、そちらを座って、お映画館にぜひ水曜日は足を運んでください。アプリから、アプリとサイトから、事前予約すると、火曜日と木曜日も1300円で見ることができます。まあ、水曜日より100円ちょっと高いけどね、まあ、1300円で見ることができます。それも、これも、アプリとサイトからね、予約する分には、2日前から予約ができます。なので、私の場合が毎日足を運んでた時は、私毎週水曜日だとね、日曜日、時間がクイーンって変わった瞬間に、好きな席をパパって予約して、いつも好きな席で座ってました、見てました。私は、ど真ん中の席が大好きなんで、選挙カーが来て今一瞬ね、止めちゃったら、どこまで喋ったか忘れちゃった。そう。まあ、水曜日、火水木、火水木、まあ、1300円、1200円で見ることができるので、ぜひね、平日、お好きな時間に、朝8時から、今週も朝8時からやってますね。8時からいろんな作品をやってますので、ぜひ足を運んでください。まあ、コナンはね、相変わらず絶好調みたいですけども、そう、その他ね、話題目白押し、なかなか味わい深い映画が、今回も、ラインナップ揃ってます。ぜひね、皆さんそういう映画を見ながら、楽しい時間を過ごしていただきたいと思っています。この配信は、ヒルビル放送局、ワケありダイエットウォーク、違う。先週も同じようなことした気がするな。ヒルビル放送局、YouTube、ポッドキャスト、ごめんなさい、YouTube、ポッドキャストチャンネル、ヒルビル放送局のマコネーが、配信しています。はい。ぜひね、YouTube、ポッドキャストチャンネル、ヒルビル放送局も、足を運んでください。はい。そして、まあ、そうですね、
まあ私のことが好きかどうかは別としといて、まあチャンネル登録とベルマークの追加サインは、ぜひね、まあ仕方ないなって感じでいいので、登録してみてください。そしてまあね、毎日朝6時から、ワケありダイエットワーク、10時からは M キャスト、で、お昼は今日のアウトプットっていう感じで、毎日ボンボンボンってポッドキャストを3本、4本ずつ上げてますので、ぜひね、まあ、サムネやタイトル見てちょっと興味あるなってこと、ものがありましたら、ぜひね、クリックして、ご視聴ください。はい。まあ、ポッドキャストなので、これと同じようにほとんど映像は動かずにおしゃべりだけなんですが、まあ、耳障りな内容も多いです。耳に決して優しいポッドキャストじゃありませんが、もしかしたらあなたの心に響くかもしれませんよ。ゾーンと刺さるようなお話をしているときもあります。ぜひね、皆さん私の YouTube ポッドキャストチャンネル、ヒルビル法則も、足を運んでみてください。ではまた来週。まこねでした。バイバイ。